どうもみなさん、君 F です。えー、2022年3月に見た映画を振り返るということでね、えー、今月もやっていきたいと思います。えー、2022年今年に入ってから公開された、あるいは、えー、ビデオスルーなど、配信するなどで発売された作品を、感想を、まあ、3月に、ね、見た順番に、えー、っていこうということで、やっていきたいと思います。で、今回、えー、そうですね、 ののほろ酔いでで、やりますので初めてかな、この振り返るャスで酔ってるのは、そんなことはないか。まあ、あの泥酔はしてないので、大丈夫だと思いますが、もともと聞き苦しいのがより聞き苦しくなったら申し訳ございません、はい。で、3月に見た映画なんですけど、一番最初にザ・バットマン見ましたね。はい、えー、もちろん劇場公開で、劇場で見ましたけど、 これ、良かったですね、えー。結論から言うと良かったですね。あの、いろいろとね、まあ、あのー、古いキャラクターですからね、あのー、いろいろと、こう、思い入れがある方も多くて、こういうのはやめてほしいとか、こういうのは、あのー、やらないでほしかったとかっていうのは、おおむね、あのー、いろいろ感想を見ましたけど、まあ、あのー、否定派とか批判とかもわ、ね、かるのでね、あのー、 わかるっていう、そういうのも結構多かったんですけども、まあ、個人的には良かったっていうのが一番の感想かな。あの冒頭からね、モノローグみたいなので始まるんですけどね、これ、アメコミとかでよくある手法なんですよね。あの、さっき Twitter の方でもフォロワーの方とこれで話したんですけどね、あのその時はウォッチメンのロロロシャハみたいだみたいな話が出てましたけど、別にあのアメコミで結構この手法あるんですよね、モノローグで。 なんか喋ってるみたいなのが主人公が。で、このザ・バットマンはそれを映画でやってるみたいな感じでね。で、ただそのバットマンがね、まだ2年目のバットマンなんでね、えー、周りの人からも、ね、信用されてないですし、えー、あれ、警官にね、フリークって言われるのが良かったですね、バットマン自身が。で、あの、すごいね、バットマン自身もね、この生活を始めて2年にやるみたいなこと、モノロールで。 言ってんですけど、ね、お前2年目って相当なひよっこだぞっていう。芸歴2年目とかだったら相当な新人さんだし、入社2年目って言ったらま,まだまだ、やっと普通の業務に慣れてきたって感じだろっていうのなんですけど、まあそれをね、モノローグですからね、えー、自分のね、えー、感じで言っていってるバットマンの姿とかをね、あのー、まあい,いろいろと言われてるので、まあ、 あれなんですよね単純にあのー、バットマンって考えた時にバットマンとブルース・ウェインっていう2つのキャラクターがいるわけなんですよねでバットマンとして合ってるかとブルース・ウェインとして合ってるかっていうのはあのー、また別の話だと思うんですけどもあ今回はねあのブルース・ウェインとして勝つ 役したくないって思ってて思る段階のバットマンなんで、まあ、それがね、今回のリドラーとの戦いをね、えー、経て、えーま、バットマンにね、バットマンであり、ブルース・ウェインであるっていうのをね、えー、自分でも、えー、そこに折り合いをつけて演じていくことになるんだろうっていう、ブルース・ウェインとしての活,用活動もね、やっていくんだろうっていうのが、まあえー、感じられたので、えー、それは良かったかなって思いましたね。 だからまあ、あれですね。こっからアク落ちすりゃいいんですよね。アク落ちっていうか、どんどん落ちていけばいいんですよね。あのいろんなことに絶望していってね。ええー。あのー、そう、あの、今回のね、あのー、バットマンがね、ものすごく純粋でね、キャットウーマンが、キャットウーマンがバットマンに惚れるんですよね。それ、な,なんでそんな惚れんのっていうのがわかんなかったんですけど、 で単純にそれは描写が甘いとは思うんですけどもただね見ててね途中でねこれもしかしてあのー、これもまた別確定とは言わないですけどバイオハザードのバイオハザードシリーズですねバイオハザードシリーズのエイダがレオンに惚れてんのと同じ理由でキャットウーマンがバットマンに惚れてんのかなって思った瞬間に嫌な笑いがすごい出てきちゃいましたねあのー、だからあれですよね すごく純粋、純情でまっすぐなあの好青年をバットマンなんですけどバットマンなんですけどそれをあの目の当たりにしちゃったから惚れたっていう風に考えるとあのすごく嫌な笑いが出てくるなと思いましたねああ、どうもはい、いつもありがとうございます来てくださって今、バットマンの話をしてますね。 バットマンのキャットウーマンがなんでバットマンに惚れたのか描写が甘いよねっていうのをあのバイオハザード2とかまあ4とかですねのエイダがレオンに惚れた理由だと解釈するとしっくりくるけど嫌な笑いが出るねって話をしてますねそうあのリーツーのバイオハザード2のリメイク版のレオンはあれはあのエイダが <laughs> すごく レオンを記憶の中で美化したレオンの姿だっていう解釈が俺すごい大好きなんで実際こんなにいいやつだったのってぐらいいいやつなんですよねリメイク版の2のレオンはあの俺はああいう人たちを作りたかったから警官になったんだって,っていうふうに言ってるエイダを説得するんですよねあのお前なんか知ってるんだろうと教えてくれるとこのゾンビパンデミックの背景にあるものって いうシーンとかすごいいいシーンなんですけどあれ絶対これエイダがめっちゃ記憶の中で美化してるレオンだよねっていうのが大好きなんでそれと同じ理由でキャットフンマンが、えー、バットマンに惚れたとしたらまあそれはしっくりくるんだけど嫌な笑いは出るよねっていう感じですねいやまあ単純に描写が甘いだけだと思うんですけどねあの 何でしょう原作っていうかまああのー、コミックスとかアニメシリーズとかでもあの基本的にバットマンとキャットウーマンはいい仲になるのでだから別にこいつらがくっつくのは自然だろみたいなのをやったんだとしてはそれはただ単に乱暴というか雑なだけだとは思うんですけどもまあそれじゃないかなっていうのはでかいですねであれですね と、まあ、単純にリドラーとのリドラーの描写も良かったですね。はい、で、そのリドラーとの対決っていうのが、ね、結局あの、自分と向き合うっていう形になっていく。バットマンがまあ、ウルス・ウェイン、まあ、バットマンの方ですね。バットマンがバットマンと向き合うっていう形になってるのも良かったですし、あとまあ、あれですね、BLM 以降のアメリカ映画っていう意味だと。 まあ冒頭が、これ、予告に使われてるやつなんで、普通に言いますけど、白人のチンピラに黒人のチンピラがそそのかされて、アジア人を襲うみたいな描写があって、それはさすがにやりすぎだろうと思いましたけどこ、れこれも多分実際にあった、黒人のチンピラがアジア人を襲うって事件はあったんですよね、その時もその黒人であるっていうのを隠したりしたところがあって、報道機関によっては、それが批判されたりしてたんですけど。 まあそこをさらに広げて、まあ、その BLM の背景にあったジョージ・フロイドの事件とかっていうところを、も,まあ、もっと言うと、多分それこそブラック・パンサーと云々言ってた時代からのアメリカの、あのー、話とかになってくるんでしょうけど、まあ、それを縮小して書こうとしたら、白人のチンピラに黒人のチンピラがそそ,そのかされてアジア人を襲うみたいな話になったんだとしたら、露骨すぎだろうとは思いましたけど。 まあでも今までねこういうのを描いてきた作品の中では丁寧な方だなとは思いましたし全体的にそうですね丁寧だなっていうのが多かったですねアクションシーンがねまあバットモービルのカーチェイサーすごく良かったんですけどあれはあんなにめちゃくちゃなことやってるのにめっちゃくちゃ見やすいっていうのを編集もすごかったですしね格闘シーンがねまあこれは単純に BVS と あと、それを BBS も多分参考にしたであろうアーカムシリーズが、ゲームのアーカムシリーズがすごく良すぎたっていうんだと思うんですけど、まあ、あれですね、どうしてもそのアーカムシリーズがすっごいよくできてたので、それによっちゃうのはわかるんですけど、ああ、そうですね、結局その、まあ、なんでしょうね、新型コロナがあの流行し始めた 時からのまあ、そのかまそヘイイトクライムと言いますかそういうのもありますので結局そこで人種の問題になってしまうのが悲しいところですけどねまあそういうのがあるのでどうしてもそういう背景は入れ,入れるなきゃなんですよね映画だからその時の時代を映すものという側面はありますからね映画はでバットマンでやるってなるとなおさらそういうところは出てきてしまうので、まあ仕方のないことではあるんですけども そうですね。そういう、まあでもその辺の描写がおおむね丁寧だったかなっていうのは良かったかと思いますね。はい。そうなんですよねあのそう。アクションシーンがね、今回もね、アーカムシリーズ寄りの立ち回りをするんですよね、バットマンが。でも、そうすると BVS の方がよくできてたんだよなってなっちゃうので、それはちょっと、まあ。 物足りなかったかなっていう感じでしたねたねだこれどっちかっていうとまあもともとこれも予告の時点から言ってるやつですけどあのバットマンの探偵者としての面を強く押し出した作風なのでまあそういう意味ではあの良かったんじゃないかなとは思いますねまあそれでもアクションシーンが多かったのでまあなんとかしてほしかったっていうのはありますけどでもバットモビルのチェイスシーンも良かったですし あのー、劇版も、ね、なかなか良かったですしね、えー、とマイケル・ジャッジーノだっけかな担当してたのはそうだなマイケル・ジャッジーノだな良かったですしであのペンギンも良かったですね、えー、やっぱり、あのー、ペンギンどうしても、ね、今までのシリーズはあのバートン版の実写版のペンギンに引っ張られてこいつも、あのーまあ、いわゆるフリークスなんだみたいな、えー、扱いになりがちですけど本来は。あのー まあ変なやつですけど、武器があの傘だったりとか変なやつですけど、本来は何でしょうね言い方は悪い言い方ですけど、真っ当な犯罪者なんで、あの人はあのジョーカーだったりみたいな犯罪者じゃなくて、本当にただギャングとして怖いやつなんだっていうキャラクターなんで、それがちゃんと出てきてたのが良かったですね。で、多分今後ブルース・ウェインとしてバットマンが ちゃんと活動しようって思うんだとしたら、あのペンギンともある程度コンタクト取っていくるんだろうなみたいなのも垣間見えたんでねそ。その辺は良かったですね。で、やっぱジョン・タトゥーローのね、使い方はかなり良かったですね。こういう、なんでしょうね、おっさん連中の使い方がうまいのはね、なかなかいいですね。あと、でもまあ、そうですね、やっぱ探偵ものとしての側面が強かったので、で、その、なんでしょう。 派手なアクションシーンというよりは、すごく静かな、でも不穏なシーンみたいなのをすごく壮大に描けてるのは良かったですね。で、それもすごく静かな、本当に、あのウェインティー,ーがあまりにもゴシックすぎて、エイリアンの巣みたいな感じになってたのも良かったですしね。で、まあ、そうですね、サスペンス映画として壮大なサスペンス映画になってたのは良かったかなっていう感じですね。 はい、えー、なんだかんだでザ・バットマンだけでもう13分以上喋ってしまいましたがでもまあいい映画だったからよかったと思いますああそうだなあーこれもういいかなとりあえず公開直後はあのー、すごいネタバレかなと思ってずっと伏せたで書いてたんですけどまあいっ さすがにもういいかっていうのと、そんなにネタバレじゃないかっていう判断で、これは言いますけど、もしネタバレが嫌な方は、あの、ちょっと一旦、そうですね、今、13分40何秒なんで、私の方のカウントダウンで、14分、えー、14分20秒時点まで、えー、消してくださいよと。はい、では、いきますね。あの、これ、 君塚良一脚本作品レベル99ぐらい君塚良一脚本作品に似てるなって思いましたねだから逆に言うと君塚良一もやろうとしてたことは間違ってないんだなっていう感じですね描写がちょっとつたらすぎたなっていうだけではいえーというぐらいで終わりにしますこれねあのすっごい見てるときも思っててあのレフセッターで書きまくってたんですけどね まああのー、そういうそういう話だって言っちゃうとたしネタバレになっちゃうかなと思うでセッターでしか書いてないんだけどあそれですかそれはまあタイムリーだからいいですけどじゃとりあえずこの映画の映画の話とはまた別話なのとあとはあの一言じゃお終わらないので言いますけどあの今ウィル・スミス が、えー、クリス・ロックですねククリス・ロックを、えー、ビンタした件について一言って言われたんで言いますけどまずそもそも論としてクリス・ロックが、あのー、ジェイタ・ビンケット・スミスを侮辱したんですよねあれはあのーまあ、ネタにしたんですよね髪型をでそれに対して、まあ、旦那さんのウィル・スミスが切れて叩いたっていうっていう流れなんで,でこれに対してジェイタ・ まず一番最初に起きたクリス・ロックがジェイザ・ビンケット・スミスを侮辱したっていうのが無視されてる時点ですんごい嫌な笑いが加速しますよね。そこだろ、まずはっていう。まずそこだろっつってんのに普通に考えたらこれは例えばじゃあ事件として扱いましょうってなったとしたらまずそこが発生しますよね。あの侮辱したという話が。 で、まあ、その後で、ウィル・スミスが叩いたので、じゃあ、今度は暴行だという話になるでしょうね。ただ、この両方が同列に語られるはずなのに、なぜか、ジェイダ・ピンケット・スミスの方はあんまり語られない。少なくとも日本語の方では語られてない。そうですね、まあも、病気云々もありますけど、たまあ、単純に、あれですよね、<お>普通に、あの、世界的な、 あの、場で、大日焼の場で壇上に上がって、人をバカにするのはダメですよね。ネタにしたとしても。で、ジョーク云んって言いましたけど、そしたらあれですよね、いじめとかの話で出てくるけど、相手がいじめられてるって思ったら、それはもうい,いじめだろみたいな話が出てきてしまいますしね。で、あのー、そうですね、これが、俺、もうすんごい意地悪なオタクなので、俺、 意地悪な話しかしないですけど、その話をしろと言われたら。あのー、アカデミー賞とかの映画賞って、もうすごく最近ジェンダーがどうのこうのとか、ポリコレがどうのこうのとかって話に対して迷走してると思うんですよね。あの対応しようとしてるのはわかるんですけど、明らかにおかしいだろっていうのをしてたりするので。っていうのをやってる場で、あのー、壇上に登ったやつが、 女性の容姿をバカにしたっていうのが発生したんですよね。本来はこれはすごい大問題だと思うんですけど、そっちの話に行ってねえなーっていうすごい嫌な笑いが浮かんできますね。っていうのが正直な意見ですね、私の。本当これはね、だあのね、ダメだ。すっごいね、すんごい意地悪な考え方なんですけどね。 まあ、あのオタク的な考え方でいくと、ウィル・スミスってもともと不良っていうか、俺様系の俳優さんで、まあ、結構あの、問題ではっていうのが多い人だったんで、その人があの自分の奥さんを目の前でバカにされて手が出たっていうのは、あウィル・スミス、まだ丸くなってなかったんだっていうのがありますけどね、1個。 まあそれはそれで置いとくとして、まあ叩いちゃったのはしょうがないですからね。あの、叩いちゃったことについて、これを、またね、これを訴えるとかになったらめっちゃ面白いことになりますね。面白いって言っちゃいけないんだけど。話がこじれていけばこじれていくほど、そこに、まず一番最初にあった、容姿を目の前で、世界中で、 がが目ににして、ね、にるてるる場ですっいうのが薄れていっても嫌な笑いが出ますしそっちに行っても嫌な笑いが出るっていう,もう嫌な笑いしか出ないっていう話ですねあそれはねあもうそれ俺もね思いましたあの何、ー、でしょうねあんまりそれもどっちにしろ暴力だから良くないっていう風な意見が出たらうんそうだねとしか言いようがないんですけど あの、グーじゃなくてパーで行ったのは、ある意味冷静だったなとは思いましたね。あれ、グーで言ってたらやばいですもんね、本当に。まあ、で、普通に、本当に逆上してたら、グーで言ってただろうなと思うので、ギリギリ、そこは首とどまってんだろうなとは思いましたね。ただ、まあ、たたいてることに、まあ、あのー、変わりはないので、だからどうだった話にはならないんですけど、まあ、 あれですよね、そう、相手を切レさせるっていうことで考えたら、まあ要するに挑発したようなもんですからね、挑発したら、相手が挑発に乗ってきたっていう,ようないうような話ですから、そしたら挑発した側は本来は文句言えないですし、お前挑発したじゃんってなっちゃうから。で、まあ、あのー、そう、これ、これあ、いやいや、ダメだ、これ、あのね、本当にね、映画の話じゃなくて、ただいじわるの話にしかならないんで、この辺でやめておきます。はい、あのー、 ただまあ、あれですね、嫌なやつの意見としては、これでどういう,うにあにネット上の、ね、議論が進んでいくのかを見るのはね、嫌な笑いはどんどん出てきますね。はい、でもあの、それですね、おっしゃる通りだと思いますね。グーじゃなくてパーだったっていうのは、かなりでかいと思いますね、本来は。というか逆に言うと、グーだったら本当にヤバかったですねっていうのはありますね。はい、ではこの辺で終わりにします。 はい。いやいやあり、ありがとうございます。あの、まあ、どっちにしろね、映画の話ですからね、どっかで触れなきゃいけないかもしれないんですけどね、まあ、作品の話とは違うのでというので、戻りたいと思います。で、えー、ザ・メガロドン、怪獣大逆襲、えー、見ましたね。画像で言うと、えー、左下ですね。これ、あの、アサイラムの、えー、ザ・メガロドンっていうのがあって、これはあれですね、メグザ・モンスターの公開当時に、 アサイラムが出したモックバスターなんですけど、その続編がなんでか作られまして、で、それなんですけど、えー、メグザモンスターは、まあ、もともとあのー、小説が原作なんですけど、あれは、それをステイサム主演で、で、中国が半分だけかな、中国資本100%じゃなかったと思うんですけど、まあ,あ、中国もだいぶ金を出した映画で作られたやつなんですが、 ただザ・メガロドンの方があのロシアとアメリカの話だったんですよね。で、今回の,あの2作目の、えー、怪獣大逆襲の方はアメリカと中国の話になってたんで、なんかそれは原作に寄せてきたな、原作じゃないんですけど、なんか寄せてきたなって思ったんですけど、で、まあネタ的な部分はね、なくはないんですけどね、なんでしょうね。結局1作目からそうなんですけど、怪獣、まあメガロドンですね、メガロドンを出すのが、 あのー、サメが好きというかまあそもそもなんでしょうね映画界隈としてサメ映画がず,ずっとブームなのと単純にあとあれですよねモンスターパニックとかアニマルパニックとかを触れていくとどうしてもその,あの金字塔としてジョーズがありますからでそのジョーズを触れたらあとはもうあのー。 どうしてもそういう話をしていく上でサメ映画っていうのは重要な話になってきますし VFX 時代に行ってもディープブルーがありましたしねで今そういう映画を見ようとするとどうしてもまあ月に1本とは言わないですけど二月に1本ぐらいはどうしてもサメ映画にぶち当たっちゃいますねでそうですねでここのまあ ザ・メガロドンなんですけど、そのネタ的な描写は、まあ、増えてはいたかな。で、1作目からの問題点として、どうしても、あの、どうでもいいような出来の悪い人間同士のいさかいとかで水増しするんですよね。別にこれはこのザ・メガロドンに限ったの知しなくて、そういう映画はよくあるんですけども。で、それがまず同じだったのと、1作目と。で、多分ですけど、ザ・メガロドンのサメの、 あのー、CG モデルを流用してるんですよね。いやまあ流用してるのはこれもよくあることなんですけどアサイラムのような作品だったらだからただザ・メガロドンって4年前の作品なんでさすがに4年後なんだから新しいモデル作れよとは思いましたねまあわかんないですけどね流用してるかどうか。ただどなたかが少なくともい ザ・メガロドンの1作目の方のモデルは、なんだっけかな、シャークネードかなんかのやつの流用か、シャークネードが流用したか、ザ・メガロドンが流用したかみたいなことはおっしゃってた気がするんですけどね。まあ、面白くはなかったですというのが、素直な感想ですね。はい。で、あと1本ぐらいいけるかな、あと5分ぐらいなんですけど、この枠が。 えっと続きまして、ああいけそうですヤクザプリンセス見ましたね、えー、画像真ん中編なんですけど、これは、まあ、レンタルビデオで見たんですけども、これ自体は、えー、っと未体験像の映画たちの今年のやつで公開されたやつですね。でグラフィックノベルの、えー、映画化なんですけど、でもタイトル通りヤクザの、まあえー まあ娘さんですよね、要するに娘さんが主人公の、えーまあ、暴力者、犯罪者なんですが、ブラジルと日本、アメリカの三角合作の作品なんですがで、まあえー、剣劇、チャンバラが多くてという感じなんですけども、この、ね、題材でね、アクションシーンがすごく見づらいんですよね、この映画。で ただ単に撮り方が減ったというだけならまだいいのかもしれないんですけど、編集もうまくないし、何よりごまかしてるのが下手なんで、こう例えば剣でこう気ぃつけられた時に体が、まあ、頭にゴンって当たったら、まあ、頭が割れるんですけど、それをごまかそうとして、例えば、あの後ろからそれを撮ってるとか、 であのー、血だけ VX とかで後で合成とかで足すとかっていうふうにやると思うんですけどそれが下手すぎてなんか攻撃が当たった瞬間はほとんど見えないみたいな作品になってしまっててでも暴力描写がすごいみたいなすごく感じになっちゃってちょっとねやっぱ何でしょうアクション映画だからアクションはちゃんとしてほしいなっていうのは。 ありますね。それをすごく強く感じた作品でしたねまああのー、それ以外の点はこのジャケットの絵からもわかる感じでこの色彩とかは徹底してカラフルな感じにしててネオンじみたいえあまあ一応日本もあのー 制作に入ってるんですけど、まあ、ブラジル、ブラジル映画なのが一番強いかな。ブラジル、日本、アメリカの合作なんですが、多分ブラジル映画が一番強いのかな。グラフィックノベルってなってたけど、ブラジルのグラフィックノベルかな、これ。アメリカじゃない気がするな。まあ、あのー、残念だったっていう感じですね。原作を知らないので、どの程度話が脚色されてるかとかわからないんですけど、多分あのー、 色彩の面はコミックスの世界を再現しようとしてやってるんじゃないかなっていうのは思いますしそこについてはよくできてたなとは思うんですけどねただアクション映画なんでねアクションをちゃんとしてくれっていうのはあのー、でかいですねはいということでねあのー、割と 一枠で終わるかと思いましたけど、また二枠目に、えー、行く必要があるので、二、えー、枠目をやります。今何本やったバットマン、ワットマン、ヤクザ・プリンセス・ザ・ミ3本か、まあ。バットマンにだいぶ時間差いたからな。で、次の枠で終わるな、多分。 終わらせようという感じでね、えー、もう一枠い、えー、きたいと思います。よろしかったらそのままお待ちください。またすぐに再開いたしますので、えー、それでは一旦終了いたします。